キャスケット様々なキャスケットキャスケットはハンチング棒の一種。アメリカなどでは新聞売りが被っていたことからニュースボーイキャップと呼ばれる。またドイツでは頭頂部が風船のように膨らんでいることから風船棒と呼ばれる。キャスケットはフランス語のカスクの指小型で前びさしがある帽子のことである。つまり本来は例えば野球棒などもキャスケットの一種である。 またしばしば、職業や職務を示す性暴を特に意味することもある。普通営辞典などでは、キャップと訳されるが、前微冊子のない帽子は含まない。本来ハンチング帽と同種のものであるが、日本では区別される。その定義は、非常に曖昧だが、主にハンチングで、トップが2枚、4枚、6枚、8枚、と分かれているものをキャスケットと呼ぶことが多い。 19世紀から20世紀初頭にかけて、欧米の間で流行し、とりわけ1910年代から1920年代にかけては労働者や下級層の間で広く被られた。ただし、その定義が曖昧であると先に述べた通り、対局である貴族らにも被られた、本来のハンチング帽と、外見的に大きな違いがないことも多く、当時、キャスケットイコール労働者の帽子と完結に、 結びつけられていたわけではないことに留意である。20世紀中期以降は、ファッションアイテムとして、未だに広く被られている。フリーデンス・ライヒ、フンデルト・バッサー、グレゴリー・ポーター、ブライアン・ジョンソンらが知られている。とりわけ、ロシアの革命家であるウラジーミル・レーニンも生前、愛用していたことで知られ、彼を描いた絵や写真では、キャスケットを被った姿のものが多い。このことから、 レーニン坊と呼ばれることもあり、皇軍や人民解放軍で被られる、いわゆる人民帽の由来ともなった。日本ではデビュー当初の桜田純子が衣装として白いキャスケットを多用していたが、当時はエンジェルハットと称されていた。ありがとうございます。